黒岩優は JRA 立党トレーニングセンターの騎手。高知県出身。父に高知競馬場へ連れて行ってもらったのを機に競馬に興味を持ち、中学の頃に騎手を目指した。競馬学校18期生で、同期には田辺博信、井原裕祐介、柴原中春、高野博士佑、三内博士らがいる。2002年に立党吉岡八郎級者からデビュー。 本来は、同じ高知出身の福永高級車に入る予定だったが行き違いがあり、同期の高野博士タスクが福永級車に入ったという。1年目より、平地競争のほか、障害競争にも起乗。2年目の2003年には、自己最高となる17勝をマークし、平地、障害双方の重症競争への初起乗も記録。この年、名村エキスプレスにて、 障害初勝利を達成、同馬にて、小倉様ジャンプに参戦し三着という結果を残している。2004年1月25日の京都後、R 障害競争で落馬子骨盤骨折の大怪我を負い、半年間の長期休養を余儀なくされた。見習い機種から外れる2005年以降、平地での騎乗機会は減少するも障害競争へと活躍の場を移し、 デビュー7年目となる2008年には、ドールリビエールに帰場し、ミキ・ホースランド・ジャンプ・ステークスを制し発の特別競争勝ちを記録。翌2009年には同馬にてジャギー初帰場も果たしている。2009、10年は未勝利に終わり、引退も考えたが、清水久志市市長教師から声をかけられ状況を任されるようになり、その中の一頭統計平野が10勝4勝を挙げた。 その後も清水旧舎で調教を任され、デビュー当初から調教に携わった北三ブラックが、GI7 勝、獲得賞金歴代1位の記録を作り、主戦の竹豊からも、彼に任せておけば問題ないと信頼を寄せられた。ラストランとなった、有馬記念のレース終了後に行われた、北三ブラックのお別れセレモニーにも登壇し、竹豊から、 黒岩くんの指示通り乗って勝てましたというコメントを送られた。ありがとうございます。